原付き VS バリバリに改造されたレーシング車両。おお。畳の上で X 上位してここをすりむいてるやつアホ。いやいや、男の人はみんな経験あるんですよ。今笑ってない人童貞ですよ。今笑ってない人童貞。畳の上でやったらここ赤くなるでしょ。あれ何回も失敗するぞ、あれ毎年あれ。ということで今日よろしくお願いします。今日なんですけど、はい、こちらオケガースポーツランドさんのちょっとですね、はい、一部貸し切りまして、はい、原付き VS バリバリに改造されたレーシング車両、こっちに僕が乗って原付きの方にプロが乗って、はい、これで戦ったらどうなるのか、はい、ちょっと岡場の人黙ってくださいいいな、ちょっとあいつ可愛いなと思ったじゃん、岡場です。一秒前よ、連絡だけ交換されたよなんですけど、以前ね、軽トラのプロ、森戸さんが乗って、フェラーリ僕が乗って勝負してっていうのあったじゃないですか。あんな感じで、一応ハンディの距離もつけて、とは言っても、やっぱりもうめちゃめちゃプロですから、まあこれも一応ノーマルではないんですよね。そうです、マフラーが変わってます。マフラーが変わってるということで、はい、一応その距離もですね、どのぐらいやりましょうかね。僕のレベルわかんないですもんね。僕はだいたいシューマッハとタイぐらいです。あー、F1 違うの？ F1 じゃないぐらいって思ってもらえた。あー、わかりました。で言うと、どのぐらいハンディつけましょうかね。半周ぐらい。そんなにつけて大丈夫ですか？大丈夫で、3周勝負ぐらいの半周。はい、大丈夫です。これ大丈夫ですか？問題ないです。際どくなったら編集で確かにあ、すみません、先に自己紹介だけお願いします、はい、MFJ 全日本ロードレース選手権 T1000 クラスブラクラッチウィズライドウィンから参戦してる柴田芳乃さんです。よろしくお願いします。すみません、もう一回最初からお願いします。バイク走っちゃったら全部テレポートできます。全部テレポート補填します。ありがとうございました。今実際どういう活動されてるんですか？全日本ロードレース選手権の方、はい、年間通して戦ってっていう。何 cc？ 自分がやってるのは 1000cc のやつ。もうモンスターバイクと言われる。これでは cc？ これ50です。これで50。NSR50 という、はい、バイク、はい、これはもうだいぶ改造してるんですか？これだいぶ改造されてます。もう SP12 って言って、はい、改造範囲が一応決まってる中で一番いじってあるじゃないですか。あ、だからか。マジな話、俺が乗ってたやつの方が速いもん。こんな気がする。何キロとか出るんですか？トップスピードで言ったら120キロぐらいは。あ、こっちの方が速いわ。全然速かった、こっちの方。何らかの法律に違反してます。そのルールの中でそうギリギリまでやってると、はい、本当はもっと買い出して何本でも行くんでしょ。まあ限界はありますけど。昔僕もこれを原付乗ってたことあるんですよ。はい、盗まれました、大阪で。もうだから関西人と大阪が嫌いです。はい、2回盗まれました。 NSR50 レプソルからね。はい、プレミアついてると思うんですけど。でこれは普通の原付き。そうです、マフラーが変わっていて、じゃあこの持ち主さんがノーマルのスクータークラスでこの間日本一を取った一応車両。今います？今います。マジっすか？すごいな。日本一。じゃあもっとショパにバイクに変えてもらっていいですか？なんか、まあ、でも原付きは原付き。あ、そうか、そうか。言うて僕ももうほんまにやらせらしい何年ぶり、まあ、ちょっと練習今からしますけど。それ勝てないでしょ、マジで。120、50キロ。確かに絶対勝てないですよ。でこれでちょっと鳴らし走行だけさせていただいて、はい、そっからお勝負、はい、負けたらどうする？もう〇もらいます。俺が、はい、あおうか、お前誰ももらってへん。俺の最初の〇上位のやつより受けてへん。最初の畳の上の〇上位のやつより膝すったやつより受けてへん。普段ここはこの時間とかは皆様自由にクロス分けして走ってるんですね。はい、次お金払ったら使えるんですね。使えます。プロの方のね、いろいろプロフィールとかは概要欄、いろいろ載せますんで、インスタ等と見ていただいて、はい、今回も僕ら依頼させていただいてですね、全部全面協力していただいて、はい、この金も払わずに逃げたのかな。正直ね、毎回そんなんです。一期一会なんでね、人との出会いなんで。悪いやつ買ってます、すいません。じゃあ勝負しますか、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、早い早い。早いな。いや、めっちゃ飛ばしてる。やばい。
取られた。ゲンちゃんめっちゃ。もう映像が楽しみです。全然やった。いやもうスピードはもちろん速いです。もう一回言ってそこ。もう一回。スピードは何？スピードは何？どっちが？こっちよ。俺が乗っとった方が？バイクが速い。ああ。で？バイクは完全にプロのテクニック。えげつなかった。まだ僕昔から直線番長って言われてるんで。直線はね、僕は速いですよ。やっぱりね。直線番長って言われてます。直線番長。はい。いやでも。すごいっすね。すごい。ぶっちゃけね、ちょっと手抜いてたでしょ最初。本気の本気やったらもう一周目ぐらいでまくれるんですか。一週間ぐらい。やっぱそうやるな。自分より速い人まだまだいっぱいいる。え、そうなんすか。あるんだろ。車ってね、皆さん免許、まあ、おかまもそうですけど免許持ってるんで慣れ親しんでるんですけど、バイクっていまいちわからなくて、カーブとかその全部いろんなテクニックがあるわけなんですね。そう。車はわかりやすいよ、まあ、なんとなくな。まあそれは説明する気ないみたいです。完全にこっちのターンでしたけど、もうカード出さないと、終わったんだから帰るみたいな顔します。ちょっと息切れしちゃって。めっちゃ疲れんねんほんまに。俺もう2周目ぐらいからランニングがやってるぐらい走るなんて、もうきっつーと思って。これやっぱそんなスポーツですね本当に。いや結構体使います、ね、頭も使うし、前の F4 乗った時の、あの事故った映像入れんといて、それ見て。あの時も言ってましたけどね、頭を使いながら心拍数もすごい上がって、すごい能力とか全部いる、体力も。いやさすがです、さすがです本当に。ということでこれ僕罰ゲームはということで、最後近くの湖かどこ飛び込んできます。
はい、それ最後エンドで。エンドで。はい。ということで、ね、皆さんのプロフィールが概要載ってますんで、はい、よかったら見て連絡取ってください。お願いします。ありがとうございました。本当にありがとうございます。ありがとうございました。でも最後あれですね、はい、せっかくなんで、はい、プロ同士がこれ乗った場合みたいな見たいですね。あ、確かに。見たい。ちょっとそれもお願いできるんですか。乗りますか。XL ちょっとあいつらどけてきて。全部だいぶいますけど、大丈夫か。その権限ないですか。たまにいません。暴走族の前に立ちはだかるヤクザとか鉄パイプ持ってこんなんしてくるやつ、高速道路の上でたまにいません。あれやってきて。いやじゃあちょっとそれだけ最後見て、はい、勉強させていただいて締めということで、はい、ちょっとじゃあ移動しましょう。はい、お願いします。気持ちよくなってるやん。確かに YouTube は任せて気持ちよくなってるやん。いやでもこれそうやっぱりは全然悲しみが違う。いやこれ見るわ、ほんまや。すごい。ボケろボケろボケろ。あいつらいつまで走ってるの？